はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。派遣制と生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信の企画にですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、善玉である HDL コレステロールを増やすということなんですけどもね、あの動脈硬化に、ね、深く関わりのあるコレステロールっていうのにはね、悪玉コレステロール、LDL コレステロールと善玉コレステロール、HDL コレステロールっていうのがあることが知られています。あの LDL コレステロールっていうのはですね、肝臓へ合成されたコレステロールを全身の組織に運ぶ運搬薬でございます。で、HDL コレステロールは全身で余ったコレステロールを回収して再び肝臓に運ぶ回収薬でございます。で、LDL コレステロールが過剰になると行き場をなくして動脈の壁にね、ペタッてこう入り込んでね、プラークってっていうのをね、作ってね、動脈硬化の原因になるんですよ。なのでね、悪玉と呼ばれているわけです。しかしね、悪玉コレステロールね、 LDL コレステロールがね増えてもね、善玉コレステロールが増えてきちんと回収作業をねしてくれればね、問題ありません。で、そこで重要となるのが、運搬薬の LDL コレステロールと回収薬の HDL コレステロールのバランスをね、適正に保つことなんですよ。まあ具体的にはですね、 LDL コレステロールを HDL コレステロールで割った LH 比っていうのが 2.0 以上になるとね、動脈硬化が疑われます。つまりですね、 2.0 を超えないことが健康の指標となるわけです。 1.5 以下なら血管内は綺麗で健康的な状態と言えます。まあね、血液検査をねしている人たちだったらね、そんな数字はね、あの表を見たらすぐ分かるんでね、ぜひやってみてくださいね。ではね、どんな食材を選ぶとね、HDL コレステロールを増やすことができるんでしょうかというところなんですけども、例えばね、納豆、ネギ、お茶、キノコ類、トマトなどをね、あの意図的に摂るようにするとですね、HDL コレステロールを増やす効果を期待できます。まあ、どれもね、僕の大好きな食材です。ちなみにね、ネギっていうのはですね、抗酸化作用が高くてですね、血液サラサラにも効果がある食材を含んでおります。そのね、ネギにはですね、アリシンという血液をサラサラにする成分がね、含まれてるんですよ。あのアリシンっていうのはね、他にもね、ニンニクや玉ねぎ、らっきょう、わさびにも入っています。まあね、今言ったやつは、まあ、匂いが独特なやつですよね。そういうのにはあのアリシンが入っております。で、このアリシンというのはですね、その先日お話しした動画でもお話ししたんですけども、あの硫化アリルというね、成分の中にもね、入っている種類の一つでございます。ちなみにこのアリシンはですね、その殺菌作用が強力なためですね、ニンニクや玉ねぎ、ニラなどをね、生で摂取したり、過剰摂取するとですね、あの胃とか腸内にね、存在するね、腸内細菌類ですか、ああいうのをね、食い殺してしまってですね、あの胃腸障害を起こすことがね、あってすごい危険なんで、あのちょっと注意して食べるようにしてください。まあ、ただただ食べ過ぎやんかっていいだけなんでね。で、まあ、この他にもですね、タンパク質を十分摂る食事を心がけてください。なぜなら、タンパク質っていうのは血管の材料になるためなんです。タンパク質はですね、血管内膜のね、結合をね、強くします。あの動脈壁そのものをね、強くするので、脳内出血などをね、防ぐ効果をね、期待できます。特にね、動物性タンパク質をね、意識して摂りましょう。あの摂りすぎは良くなりませんけども、タンパク質っていうのは三大栄養素の一つなので、そもそも体を作るために最重要なものなんですよ。まあ、なのでその中でもおすすめなのは、あの鶏肉です。あのその中でもね、高タンパク低カロリーのね、あの胸肉がね、おすすめでございます。まあ、といった感じなんですけどもね、あのまあ、なんでね、その血管の話になってんってなったんですけども、いろんなものっていうのは血管の中の血液を通って流れていくから、あの血管も大事なんですよね。
で血液っていうのも食べたもので作られるから、結局血管と血液が大事なんですよ。その中で運ばれているコレステロールの話をしているんで、結果的にそういった話につながっていくんですよ。ややこしくてすみませんね、いつもね。この話を戻しますね。善玉である HDL コレステロールはともかくですね、悪玉と呼ばれている LDL コレステロールは、まあ、肝臓で合成されたコレステロールを全身に運搬する役割がありますので、まあ、決してめちゃくちゃ悪いやつではないんですよ。ただ増えすぎたら運びすぎるために、まあ、その数ぐらい回収役でもあるね、こっちの善玉と呼ばれている HDL コレステロールも多くなければなりません。ただそれだけの話なんです。その LDL コレステロール、悪玉コレステロールというのは本来ですね、細胞の中に取り込まれていて、ホルモンの生産、細胞膜の形成などの役割を担ってるんですけどもね、血中に多く存在するとね、その先ほども言いましたけども、血管壁に沈着してね、蓄積してね、血管の壁でね、炎症反応を起こして血管内の壁をね、傷つけてしまったり、血栓みたいなのが出てきてしまって、それが動脈硬化になって、心筋梗塞とか脳梗塞などのそういったのを引き起こすことがあります。なので本来ならば細胞にあるものが、あ、仕事やってなって、細胞内からバッてこう出てきてしまうのがあかんのですよ。まあ、出てきてしまう理由としては、肝臓で合成されたコレステロールが多くなるからなんです。なのでね、肝臓でのね、コレステロールの合成が多くなかったらええわけなんですよ。まあ、そもそもコレステロールとはですね、まあ、脂質の一種であってですね、人間のね、血液中だけではなくね、脳にも内臓にも筋肉などね、こう全身に広く分布しておってですね、細胞壁、性ホルモンや副腎皮質ホルモンとかね、脂肪の消化吸収を助けてくれる胆汁のね、材料にもなります。まあ、人間の体はね、約60兆個のね、細胞から成り立っておってですね、まあ、その一つ一つの形を作る細胞膜の材料もコレステロールということを考えるとですね、コレステロールはなくてはならない重要な役割を担っていることがわかります。まあ、だからね、必要なんですけどもね、でその脂質を取りすぎることがよくありません。じゃあどうすればいいねんって話になってくるんですけども、簡単です、話はね、他のタンパク質やね、炭水化物もね、バランスよく食べてください。結局それがね、いい感じなんですよね。でもね、結局それがそれなりに大事なことなんですよ。しかしね、簡単そうで難しい話です。まあ、そんな中でもね、最初にお話ししました。納豆、ネギ、お茶、キノコ類、トマトなどをね、意図的に取るようにするとね、HDL コレステロールを増やす効果を期待できますので、回収薬のね、HDL をね、増やしていくようにね、していきましょう。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届ってきますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。